会津の食やものづくりを体感できる雪国ものづくり食堂月内。会津若松市の県立博物館内におとといオープンしました。提供するのは会津特産クルマフを使った定食です。メイン料理はカツ南蛮。タレを染み込ませたお麩を油で揚げ、豆腐を使った特製ソースを絡めます。いただきます。染み込んだタレがじゅわっと口の中に広がって、豆腐で作られたタルタルソース、相性抜群でヘルシーです。とっても美味しい。また箸には一面ずつに会津塗りの異なる技法が使われていて、食事を通じて会津の伝統文化を発信しています。会津のものづくりをテーマにしてまして、こんな素敵なものが会津にはあるんだ、こんなにいろんなものが作れる作り手の方がいらっしゃるんだっていうのを知っていただきたいなと思います。こちらの定食は明日から土日と祝日限定で提供が始まります。